キー上展望台からの木山町南部木山町は、佐賀県の東部、宮城郡に属する町である。周辺の鳥栖市や福岡県小郡市、久留米市とともに、一大経済圏を形成している。佐賀県の東端部に位置し、南側で鳥栖市に接している他は、福岡県に接する。福岡市へは、人口の10%以上が通勤、通学するなど、 福岡都市圏の一部でもあり、福岡市、久留米市のベッドタウンとなっている。隣接する佐賀県都市市ともに、九州の陸上交通の要衝の地である。なお、隣の都市と同様に、福岡県の NHK や民放テレビ、ラジオ局をすべて視聴することが可能である。上記のように、福岡市などのベッドタウンとして、新興住宅地の開発が続き、2000年までは、 人口が増加を続けていたが、2000年代に入ってからは、若年層の流出が顕著となり、人口は減少に転じている。2000年から2010年にかけての人口減少率は7.0%だが、福岡都市圏のうち、2010年国勢調査の常住地による、従業、通学宿町村別15歳以上就業者及び15歳。 以上、通学者数に基づいた10%通勤、通学圏の中では、木山町以外に減少しているのは、福津市のみである。特に14歳以下の年少人口は、減少率32.3%と急減しており、県内で最も高い減少率となっている。また、2014年の日本創生会議による推計では、 人口移動が収束しない場合の2010年から2040年に、かけての若年女性人口変化率がマイナス62.1%と推計され、消滅可能性都市の指摘も受けた。これを受け、町では低住促進室を設けるなど、対策を進めているそのかいあってか2017年、若干人口増加に至った。木や万の弟である木や丸もいる。 宮城郡選挙区から選出される佐賀県議会議員の定数は2議席である。九州の大道宮区たる九州自動車道や国道3号に近い地の利を活かし工場誘致が行われている。統計はすべて2010年10月1日の国勢調査のもの。木山駅町の中心駅、木山駅町内の一般路線バスはすべて廃止されており、コミュニティバス。 木山コミュニティバスのみとなっている。町内の木山パーキングエリアに併設されたバスストップに九州各地への高速バスが発着する。ありがとうございます。